皆さんこんにちは、ワナリゲルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防シーズン3日本軍編続きをプレイしていきたいと思います。今回は地中海決戦になります。シナリオの詳細についてはこの後ナレーション付きでご覧いただきますので、このままゲームの方始めていきましょう。でまず編成なんですけども、前回のスエズ運河の攻防戦もそうだったんですけども、かなり米英に対して航空隊が劣勢になっていてですね、被害が大きく、開発にお金を回す余裕もなくなってきたという状況がありまして、今回はですね、ズバリ奇襲を仕掛けていきたいと思ってます。どういう作戦にしようかというとですね、まずは2トンの爆弾を積んだ新山大型爆撃機ですね、これを飛ばして敵の根拠地を一気に狙うっていうね、まあ、ちょっとせこい戦い方といえばそれまでなんですけども、なんとかこの新山部隊をですね、敵の根拠地に直接攻撃を仕掛けられる状態というのを作っていければいいかなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。地中海決戦です。日独伊の共闘によりスエズ運河を激戦の上手に入れた。日本艦隊も続々入港している。イギリス軍もジブラルタルを通じ大規模な戦力を送り込んでいる。ここに地中海で大規模な艦隊戦が開始された。はい、艦隊戦というふうになってるんですけども、我々日本軍はですね、まあ、残念ながら十分な艦隊を用意できなかったというのがあります。具体的には総流型の正規空母3隻、それに護衛でつけられるのが天竜型の駆逐艦1隻のみですね。あとは輸送艦、揚陸艦、給油艦、そして潜水艦が1隻という状況になっています。なので先ほどご説明した通り、今回はですね、敵の根拠地を一気に狙っていきます。ここに展開しているのがイタリア軍の海軍ですね。このイタリア軍の海軍をおとりに使って我々は一路ジブラルタル、ここを狙っていきたいと思います。ここに大型爆撃機新山を1機でも2機でもいい届けるというところを目指していきます。では部隊展開していきましょう。では部隊を展開しました。まず地中海の中心部に向かってですね、攻撃機とその護衛戦闘機を向かわせます。で、空母は護衛に潜水艦と駆逐艦をつけて、同じくその後を追っていきます。一方、今回の作戦の肝となる爆撃機新山部隊なんですけども、新山部隊は今ここにいまして、ここからですね、ずーっと、ちょっと今画面を小さくしましたけども、マップのヘリをずーっと進んでいって、ジブラルタルを強襲するという作戦でいきたいと思います。これがうまくハマってくれれば、味方の損害を少なく、鉱石地、お金をしっかり稼いで、今後の作戦で活かしていけるんじゃないかなと思いますので、この内容で進めていきます。では敵の艦隊に新山部隊が捕捉されてしまいましたが、ここは振り切ります。今はとにかくこの部隊を振り切って爆撃隊をなんとかジブラルタルまで送り届けましょう。とはいえこの敵の艦隊追っていくわけにもいきませんので、雷撃隊を向かわせて撃沈していきます。魚雷で仕留めていきましょう。これでベローナ型撃沈です。
まだまだ残ってますからね、残りも撃沈していきます。行動開始する。ではイタリア海軍の支援もあって、まず敵の最初に発見した艦隊は撃破しました。このままスルスルと、新参部隊をね、振り向けていきたいと思います。準備よし。でここにビルドビーストマーク4がいるんですけども、これ撃墜しておきましょう。新山の向かうその先にいるので、ここでこいつを見逃してしまうと敵部隊が押し寄せてくる可能性があるので、確実にそして早々に倒しちゃいます。この程度の腕前と我の出番だな。よし。あとはですね、このアルボラン島の近くに敵の空母発見してますので、この空母を仕留めにかかりたいと思います。ではここでまずアタッカー型撃沈してます。このまま敵のね正規空母を撃沈していきましょう。では続いてそろそろと航空隊を進めていきます。護衛戦闘機と新山ですね。今のところ作戦は順調な気配ですね。闇夜に紛れて新山がスルスルと敵根拠地に進んでいます。であとは敵の艦隊ですね。これはイタリア軍ドイツ軍と共同で撃墜撃沈していきたいと思います。ここも魚雷が当たればね空母も仕留められると思いますので、魚雷を当てて空母を撃沈。あとは航空隊で防衛ラインを張っておきます。持っておいてもこの状況だと何なりと申し付けください。イタリア軍ないしドイツ軍が片付けてくれるかなという感じはしますけども、まあ、経験値を稼ぐっていう意味ではね、チャンスがあれば取っていくっていうことも考えましょう。これでノーホーク型撃沈してます。ん、新山部隊が敵に発見された可能性がありますね。迎撃暴風とか出てきてます。これうまくかいくぐらないと、あるいはこの新山部隊の目的が露見して敵根拠地を奇襲爆撃する作戦が梅雨と消えてしまう可能性がありますので、この敵の部隊は一刻も早く撃墜して亡き者にしたいですね。ジブラルタル上空まで偵察機を飛ばしました。今出ている部隊はこの防砲塔だけなので、この防砲塔まず撃墜しちゃいましょう。一番の目的は新山を、まあ、できれば2機ジブラルタルの上まで到達させて爆弾を落とすことが一番の目標なので、まずはそこまで戦闘機がやられないで残っていること、ちゃんと護衛できることっていうのが条件としては大きいですからね。でさらに敵の迎撃機シーハリケーンが出てきているので、これも撃ち落とします。なんとしてもここをたどり着かなければいけない。ここをたどり着ければ
多少の犠牲が出たとしてもですね、もう構わずにジブラルタルに爆弾を落としていきたいので、次のターンにジブラルタル上空に新山部隊が到達できそうですかね。できるだけ部隊を横にここからは展開してですね、敵の迎撃機が出てきたとしてもそれをかいくぐってジブラルタルの上空に爆弾を落としていくっていうね、そういう作戦に切り替えていきましょう。今ご覧のような形ですね、新山が5機、もうあと次のターンでジブラルタルに爆弾を落とせるぞというところまで近づいていきました。主力艦隊はまだ地中海の真ん中で、敵艦隊と交戦中です。さあジブラルタルの上空にやってきたんですけども、このターン悪天候で爆撃不可になってしまっているっていうね、ちょっと運が悪かったですね。敵の迎撃機も散見されるような状態になっているので、なんとか次のターンまで持ち越してですね、新山で爆弾を落として根拠地これを破壊していきたいと思います。ついてなかった。今回も悪天候で爆撃負荷か、ちょっとついてないな。本来だったらここで終わらせられる局面何度も来てるんですけどね、ちょっとここで新山がやられないように戦闘機で守ってるんですけど、その戦闘機も数がね徐々にやっぱり少なくはなってきてるんで、もう数ターン、少なくとも 2,3 ターン以内には爆撃ができる状態にね、ちょっと天候が回復してくれることを祈りましょう。さあようやく晴れました。敵との交戦によって天竜が撃沈されてしまいましたが、ジブラルタルをここで爆撃できる状態になりましたね。いや、2トン爆弾の威力はさすがですね。これでジブラルタル奇襲攻撃完了になります。少しせこいんじゃないかっていうね、ご指摘お叱りあるかと思うんですけど、この先の攻略を考えた場合、ちょっとどっかでねこういう形で奇襲攻撃でポイント稼ぎが必要だったので、まあ、ご了承いただきたいなというふうに思います。お金もね、たんまり入ってきましたので、次のターン、次のステージかな、ここでまた戦力をしっかり増強してですね、ちゃんとしたプレイがお届けできるように頑張っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。